はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。今回はですね、信長の野望新シリーズ、プレイの方を開始していきたいと思っています。ここまで、何度となく信長の野望はプレイをしてきているんですが、今回はですね、久しぶりに、オリジナル武将、登録武将でプレイをしていきたいなというふうに思っています。じゃあ、どんな武将かというとですね、早速ご紹介していきたいんですが、今川家に所属しているこちら、小野正嗣。大河ドラマ、女城主直虎、ご覧いただいているっていうかね、僕が作ってるわけじゃないんですけど、見ている方は、ピンときた方も多いんじゃないかなと思うんですが、高橋一生が演じている、直虎のライバル的な、宿敵的な、井伊家に対して何度となくね、窮地に陥らせているような役どころになっている、ある種、ヒール役になっている、この小野、但馬守正嗣。で、プレイをしていきたいなと思っています。で、この小野正嗣に関しては、実は信長の野望創造戦国志伝の中では、もともとは登録されていない、いない武将でしたので、新しく作りました。で、能力なんですが、統率が70、武勇は30、武勇は低めにしてます。で、知略が90で政治が80ということで、どっちかっていうと文官型に能力値としては振っているような状況になっています。で、生まれ年とかに関してはですね、井伊直親とかとかなり近い形、ちょうど上に直親がいますが、直親もね、実はもともと、いる武将ではないんですけど、以前井伊直親でプレーをした時に作った武将として登録をさせて、登場もさせるような設定になっています。なので、この井伊直親、小野正嗣と、あとはですね、松平元康、これはまだ、家康になる前の家康ですね。もうちょっと言い方が正しいかというのはあるんですが、あとは大元雪斎。この辺りは、すごく大河ドラマの中でも出てきた武将ですよね。なので、この辺りを中心にプレイを、ご覧いただければ楽しめるんじゃないかなというふうに思っています。で、年代なんですが、どの年代でプレイするかというと、ちょっと迷ってはいるんですけど、一つはですね、この井伊直虎が登場してくる1555年、ここでプレイをすると、なんと井伊直虎と井伊直親と小野正嗣が揃うっていうね、なかなか大河ドラマを見ている方からしたら面白い展開になるんじゃないかなと思いますので、この1555年のシナリオでプレイの方はしていきたいと思っています。で、難易度設定はもちろん上級で、他はデフォルトです。で、戦国伝等々は設定そのままにしてですね、領地リセットはなしにします。では、早速プレイの方を始めていきましょう。以前ね、今ちらっと画面出てた戦国権兵衛とかでもね、プレイしたらどうかっていうご提案とかいただいているので、きっちりやっていきたいなとは思うんですが、まずは今回のプレイのコンセプトなんですけど、ただただ井伊直親、井伊直虎が出てくる、この何て言うのかな、その大河ドラマに模したプレイをしても面白くないかなと思いますんで、今回はですね、宗家乗っ取り物語と題して、なんとかですね、大河ドラマの中では井伊家を乗っ取ろうとする小野正嗣なんですが、井伊家自体はこの時点で存在していないので、今川家を乗っ取るべく頑張っていきたいなと思ってます。なので、できるだけ義元に近づいていくっていうね、展開を考えています。で、今、厳島の戦いがありましたが、ここはスキップしていきましょう。大河ドラマもね、直虎がようやく直虎になってきて、少しずつ戦国時代っぽい展開が入ってきて面白くなりそうかなというところと、あとはですね、ちょっと一刻も早く見たいなと思っているのが、信長役に今回、海老蔵、出ますよね。早くね、その海老蔵が見たいなーっていう一心なんですよね。
どんな海老蔵になってるか、どんな信長になってるか、すごく楽しみなんですが、最近はですね、ちょっと前になるんですが、お、受刑人が出てきた。海老蔵が出ていた、利休の教えじゃない、なんだっけな、利休のなんちゃらとかですね、あとは一命とかね、そのあたりの時代劇映画を何本か立て続けに見てですね、ちょっと改めて海老蔵いいなと思っていたところなんで、一刻も早くね、信長役として登場する直虎出てきてほしいなと思ってるんですけどね、まだまだちょっと信長が本格的に出てくる展開にはならなそうな感じにはなってますね。とはいえもうすでに桶狭間の戦いが大河ドラマの中では終わってますんで、もういつ出てきてもおかしくないかなと思うんですけど、まだ今川家の力が強い状態っていうのがベースに描かれてますんで、そこがまあ一旦終わらないと信長が本格的には出てこないいい展開なのかなとも思えるので、もう少し時間がかかるかもしれないですよね。まあ、一番ありがちなのは阿部サダヲさん演じる元康が信長にこの支援を請うっていうような局面とかで、海老蔵がね信長としてガーンと出てきそうな気もするんですけどね、それがちょっといつになるかっていうとまだわからないですね。まあ、前半はですね、もうこの信長の野望創造戦国理事伝はひたすら作業芸の様相を呈してくるので、皆さんちょっと退屈をされてしまうかもしれないので、まあしょうもない話などをいくつか挟みながら一緒にご覧いただければなと思うんですが、先ほどお話したように今回のコンセプトはあくまでも主家の乗っ取り物語なので、できれば義元の娘あるいは宇治直の娘あたりをこの正次の正妻正室として迎えるで一門衆になるっていうのが一つ重要な、なんていうのかな、その目標達成のためのポイントになってくるかなと思いますので、そういうチャンスが来るためにもまずはひたすら主主君に媚びをへつらうっていうね、ところからになるかなと思います。で基本的には自分の館の周りは武家町で固めていって、適正に応じた町づくりをしていきたいなと思ってますんで、まずは、武家町だと人口を増やすための田んぼですね、この辺りは重点的に作っていきたいと思ってます。で川も流れてるし鉄と材木の資源もきっちり確保されている、なかなかいいところなんじゃないかなと思うので、そういう意味で言うとまあそれなりに期待できる土地をもらってはいますね、初期の段階としては。あと実はですね、もう一つ考えていたのが、あの僧侶で僧侶だけの僧侶による国づくりをしてみても面白いかなっていうね、あの視聴者の方からも提案があったので検討もしてみたんですが、まあまずは、なんていうのかな、ちょうどキャッチーなタイミング的にもいいであろう直虎に出てくるこの小野正次でのプレイをしていますんで、この小野正次でのプレイの後はまたね違う武将等々でプレイをしていきたいなと思ってますんで、もしねあんな武将こんな武将でやったらどうかっていうのがあれば、引き続き動画チャンネルのコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。さあ一旦これで全部埋めたので、あとはちょっと田んぼが少なすぎて、もしかしたらあれかな、次の拡張まで時間がかかるかなって感じかな。これは斉藤家の内紛の話ですね。あ、道さんとかでもプレイしてみたいですよね。
でここで義達が大名に代替わりしたというところになります。で軍隊に昇進早いね。小野正嗣は今で言うと大河ドラマの中では今川から派遣されたっていうね位置づけになってますけどね、目付け的な感じですよね。表情を始めます。先月の収支です。さあ1個達成したので進出が1個できるでしょうというところで進出をしていきたいんですが、進出したいのはなあ、この川があるところに進出したかったんですが、これは土地がだいぶ狭いな。まあしょうがないですね。あの川沿いに田んぼをずらっと並べるのが一番手っ取り早く石高を上げる術かなと思ったんですが、表情を始めます。先月の収支です。さあ苗木城攻略に備えよというのが出てきましたね。で木材が納められるので木材を納めましょう。まあ水源の周りにはご命令を。先月の収支です。問答無用で水田を建てていくっていうのが唯一水田を建てられる術なので、まあ、それはそれをするにしてもだ。ご命令を。先月の収支です。ここにあるのは何だ。資源はこれ鉱脈だな。ということは鉱山町が作れるので鉱山町を建てましょう。であとはこの周りは商人町を作ってしまって金銭収入を増やしていきましょうか。ここは備前の話なのでスキップしていきましょう。表情を始めます。まあ、集権乗っ取りって言っている以上は今川を丸々飲み込みたいので、そのためには一門衆にまずはなることって考えると、さっさと宿老クラスにまで上がって で、 できればその今川軍を出陣させて義元なり宇治名なり今川の一門衆が討ち死にするような状況を多数作って、結果的に正嗣が後を継ぐしかないねっていう状況を作れれば一番理想的な展開ですよね。そしたらどうしようかな。この辺りのを作ってもまだしょうがないので奨励はやめて、建設って言っても何も建設するところもないし、畑は作ってももったいない、効率悪いので前半はね特に。一旦ターン送っていきましょう。そうか、鉄砲鍛冶とかを作ってもいいな、よくよく考えると。ってことは内政奨励で砲術を奨励しちゃいましょう。襲撃系が残ってんのか、どうしようかな。ちょっと一旦襲撃してみますか。いや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 無理だな。ちょっと水田がやっぱり足りないね。もうちょっと水田がないと人口も兵も増えていかないかな。
今もう兵が964で頭打ち、これは人口が頭打ちっていうのと同じことだと思うので、石高をちょっと増やしたいですけどね。どうしようかな、どっか潰して畑作っていくしかないかな。じゃあどこに畑を作るかなんですが、あ、進出できる、これはありがたい。川もあるし、進出すればちょっとは水田が作れるな。あそこに段差、丘になってるんでね、丘になってないであそこ一面に領地を広げられればよりいい土地だったかなと思うんですが、それでも資源が豊富なんで結構いいとこですよね。資源が新たに4つ出てきてるし、ちょっと何の資源があるか確認しましょう。ご命令を、先月の収支です。報告いたします。まず水田をここ2つ作れると、でここには鉱脈か、でこれは馬で鉱脈、鉱脈がいっぱいあるな。ほんほんほん。ってことは鉱脈のところに鉱山町を作りましょう。でタタラ場のところには鉄砲鍛冶を作っていこうかな。で先に水田を作りましょう。水田2つか、厳しいな。できればね、水田をあの川沿いに一気にバッと並べたかったんで。報告いたします。お、ナオトラがいるぞ。ご命令を、先月の収支です。お、山本勘助がいますね。よし、これで全部済んだので内騎城の攻略戦が始まりそうですね。なので内騎城の攻略に備えつつ、こちらとしては、あ、そうだな、もうこれ以上はどうにもならないので、まず奨励で馬術を入れたいけど、馬術をするにはお金が足りないと言われているので、馬術を作るように、ここに1個、ここに1個馬術を作る、まあ牧場を作るとして、他のところにじゃあ商人町をずらっと並べていきましょうか。で並行して内騎城の攻略戦ですね。まあお声がかかるかっていうのもありますけどね。兵が1300と言っていたら早速声がかかったな。さあここで早速ですが、内騎城の攻略戦が始まったので、参戦していきましょう。もう包囲しているので、ここはうまい具合に味方と連携して
攻略をできれば一番いいかな。ただ今のこの軍勢の数でどこまでやれるかっていうのもちょっと疑問だけどさ。で敵方は数増が援軍できたか。兵の数でもこれで劣勢になったな。せっこめ。すぐに助けてやるさ。敵城門突破しました。これで終わりだな。お、赤鬼を使った直近がいるな。あ、カズマスがいるな。さらに森重も来た。いやー、これはこのまま戦闘続けるのどうなんだ。お、味方人軍が来たな。ここは一旦兵を下げましょう。壊滅しては意味がない。まずい、中込まれてる。太田城このまま落とせるとは思えないな。出陣するぞ。出るぞ。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。まあ味方軍は壊滅してしまいましたけど。もうちょっと兵力がないとさすがに立ち振る舞いが難しかったですかね。城門に取り付くのが良くなかったかな。まあまだまだ序盤なので全く問題ないでしょう。で、内騎城の攻略のようなやり直しからですね。先月の終始です。で、馬術を奨励さっさとしてあそこに牧場を2つ建てれば、まあ一応。今できる内政に関しては完成するかな。で、それまでの間はここに畑でも作っておきましょう。まあ、なんといってもね、主家乗っ取り物語である以上は一刻も早く家中でそれなりの地位を築かなきゃいけないので、少しでも稼いでおきたいところではありますよね。お、進出ができる。これで一気に水田をガシガシと立てていきましょうか。で、戦争に備えて、合戦に備えて、先ほど奨励した馬術ですね、使って牧場も立てていきましょう。表情を始めます。先月の終始です。先に忘れないうちに牧場を立てていっちゃいたいけど、牧場は概念が勝利されていない。まだ概念の勝利が終わってないな、さては。なので、じゃあその間にこちらは水田を建てられるところ全てに建てていきましょう。これでようやく石高も一気に増えてくるんで、石高が増えれば兵も増えて、だいぶ合戦でのポジションというかね、プレゼンスも発揮できるんじゃないかなと思います。
表情を始めます。先月の終始です。あとはですね、まあ、全く関係ない話なんですけど、ちょうどシミ取り、まあ、シミっていうのはあの顔とかにできるあのシミですね。僕ももう34になりまして、まあ、変な話、顔とかにね、シミとかももうできる年になってきたので、まあ、実は他の動画でもお話はしていたんですが、シミ取り治療をしまして、ですね、まあ、どんな治療かというと、レーザーを当てるんですけど、レーザーを当ててきました。もうだいぶ経って、ちょうどこの動画を皆さんに配信している頃には、3週間ぐらい経った頃だと思うんですけど、ちょうどね、今画面の方に少しだけお出ししますけど、こんな感じでですね、シミを取ったところがちょっと赤くなってます。で、どうもですね、聞いた話、ドクターに聞いた話だと、大体ですね、この後一旦ここが少し茶色っぽくなってきて、2ヶ月から3ヶ月ぐらい時間をかけて、ここが、まあ、シミだった場所が綺麗になっていくよっていうことだったので、もうちょっとね、シミ取るまでに時間がかかりそうなんですけど、ただやっぱりシミを取る唯一の手段ではあるので、もしね、シミ気になってる方いれば、僕と同じようにシミ取りのレーザー治療をね、受けてみたらどうかなと思うんですけど、一応ツイッターの方とかでもね、その状況とかお伝えをしていたので、もし興味ある方いらっしゃれば、チャンネルのね、解説欄のところにツイッターへのリンク貼ってありますので、ツイッターのリンクちょっと辿ってみていただければなというところなんですが、兵もだいぶ増えましたね。1800にもうすぐなるかなっていうところ。で、このレーザーのシミ治療結構痛くてですね、まあ、あのレーザーを当ててるんで当然熱かったり、なんかやけどチックな感じになるのかなと勝手に、まあ、想像していたんですけど、それがですね、全然違う痛みでした。どんな痛みかっていうと、あの注射針をこう高速で何度も抜いたり刺したりをされているような、そういう痛みでですね、おそらくそのレーザーを照射されている時間はカチャッカチャッカチャッっていう感じで、ピンポイントで照射して止めて照射して止めてみたいなのを繰り返してるんですけど、その間中ですね、もう注射針を高速で抜き刺しされているような、そういうね、猛烈な痛みでしたね。で、その猛烈な痛みの後は約10日間ぐらいは絆創膏生活ですね。患部に絆創膏をずっと貼ってる状態で、その後、その絆創膏が取れる頃には、その患部が、その、綺麗になのかな、かさぶたになってですね、かさぶたが取れると、そこがピンク色になっている。まあ、それが今の状態。まあ、今の状態はね、ちょっとそれから時間がもうちょっと経ってる状態なんですが、これに近い状態になって、先ほどお話したように2ヶ月から3ヶ月、長い人だと、まあ、半年弱ぐらいかけてシミというか元の通りというか、シミがない状態の肌になっていくっていうことだったので、またね、半年後ぐらいにはどうなったかっていう経過を皆さんにご報告できればいいかなとも思ってるんですが、では水田をバッと立てていきましょう。で、並行して内気場の攻略も再び行っていきましょうね。さあ、合戦に関してですね、徒歩約1000の手勢で、トリミネ城を囲んでいるという状況です。ではこれに対して兵2200で出陣していきましょう。
鉄砲に牙にでいくか、鉄砲3、鉄砲3牙1でいくか。でこの後は連動も上げていきたいですね。そう考えると。で兵力でいうとこちらが有利な状況を作り出してはいるね。あとは敵の小詰めがどんくらい来るかですかね。まあ、城門に取り付いたら中にいる兵を狙撃で撃ち抜いていきたいけど、向こうからもこれは誰だ、朝日奈隊が進軍しているので、まあ攻撃するような形でいくと城門はギリギリまで敵は張り付いてはこなそうですね。やるとするか。城門を破壊しました。続け。で狙撃が溜まってくれば狙撃で斎藤打ち漏らしましょう。打ち漏らしちゃダメですね。打ち果たしましょう。やるとするか。敵城門突破しました。やるとするか。これで芝峰城は今川のものになったと。出陣するぞ。手柄を立てるぞ。さあ合戦が続くな。兵2100、まあこれは連戦になりますが兵は出していきましょう。冒頭話したようにここはひたすらに武勲が欲しいので、さらに味方は小詰めも来てるから、ただ小詰めの数が少ないな。正嗣の部隊が2100で残りが700ぐらいしかいないと考えるとすごく数は少ないですね。敵城門突破しました。やるとするか。よし、これでこの城も落としたぞ。ここまで順調に今川の勢力拡大に貢献してるから、お家の取りも現実的なものになりそうだな。やっぱり今川の姫君をめとるのが一番近道といえば近道ですよね。足軽組頭に昇進。で次は鳥羽城の攻略というところになります。はい、というわけで、時間も30分ぐらい経ちましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。